写真をいっぱい撮ってサンプルをたっぷり集めてモラをジャブジャブ稼ぎまくる。あら、とんでもない大物が来ましたね。こんにちは。もしよろしければあなた方の写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか。おい、おいらたちに言ってんのか。今オイラたちの写真を撮りたいって言ってたよな。オイラたちの写真を撮りたがる人がいるなんて、オイラたちもすっかり有名人だな。言っとくけど、もしオイラたちの写真を個人使用以外で使うんだったら、フォンテーヌのスタイルに従ってちゃんと、ギャラを支払ってもらうからな。もちろんです。お二人の写真を撮れることは私にとって光栄なことです。写真一枚で150万モラはどうでしょう。尊き最高の冒険者コンビさん。うんうん、そうこなくっちゃって、おい、ちょっと待って、いくらだって150万モラ？おいらの聞き間違いじゃないよな。写真1枚で150万モラだなんて、ちょっと大げさじゃないか。おいらたちの肖像ってそんなに価値あんのかよ。150万モラくらいなんてことありません。もし私と組む気があるなら、写真機でパシャパシャ撮影するだけで9桁ものモラを稼ぐのだって朝飯前ですよ。9桁だと1、10、100、1000、10万、100万、1000万。お、そうだ、全部でち上げだろ。まさかお前詐欺師とかじゃないだろうな。詐欺？なんとバッチリ計画の趣旨を当てられましたね。しかしその正反対ですよ。詐欺を働く悪党どもをティーバットから完全に駆逐することが目的です。ちょっと待て、おいらさっぱり話についていけないぞ。お前は道端で写真を撮ってただけだろ。なのに犯罪撲滅みたいな話に繋がるんだ。その質問に答えるためには、人々がついつい見過ごしがちな警備ロボによるターゲット認識機能についてお話ししなければなりません。当たり前のことですが、警備ロボが犯罪行為を制圧するためには、まず相手が犯罪者かどうかを判断しなければなりませんよね。善良な人を悪者だと誤解したり、あるいは武器を持った犯罪者を見逃したりしたら大変な事態になるでしょう。例えば漁師の手に握られている釣り竿を長槍に見誤ったり、パイプに見せかけた武器に気づけなかったりしたらいけません。一理あるかもな。もし私が猫や犬、山柄や鳩、もしくはプクプク獣の被り物をして遊園地のマスコットのような格好で現れたら、警備ロボはどう出るでしょうか。それは反則だぞ。お前がいた動物はどれも可愛いから警備ロボは攻撃したりしないだろ。ピンポーン、よくぞ答えてくれました。実際街にいる警備ロボは猫や犬、山柄や鳩、特にプクプク獣をターゲットにすることはありません。
装置稼働効率の観点から遭遇する可能性が極めて低い生物をターゲットリストから除くことは確かに稼働効率の上昇に有効ですからね。以前スチームバード新聞にこんな記事が掲載されていました。入念な観察で警備ロボの弱点に気づいた複数の犯罪者がプクプク銃に変装し窃盗を働いた。彼らを空気扱いした警備ロボはその犯罪行為を阻止することは一切なかった。プクプク銃に変装して泥棒しただって？しかも警備ロボはそれを見逃したのか？よく考えてみたらムカつくけど、なんか怖くもあるよな。ですので、これは画像認識をめぐる戦いなのです。しかも犯罪者たちの偽装技術が上達するにつれ、この戦いは激しさを増していき、やがフォンテーヌの治安のために、画像認識学エンジニアであるこの私が一刻も早く力を発揮しなければなりません。私は今さまざまな画像サンプルを収集している最中です。大量のサンプルから簡潔かつ高い効率と正確性を両立させた画像認識のロジックを導き出し、ロジックをプログラムした小型補助装置を制作する予定です。制作した小型補助装置をクロックワークマシナリーに組み込めば、偽装を見破り犯罪行為を正確に判断できる能力が備わるようになります。計画通りにいけば、理想的な治安効果を維持するためにパレメルモニアは全ての警備ロボをアップグレードするはず。おいらピンときちゃったぞ。普通お前みたいな研究職はフィールドワークが苦手だから、せいぜい街中でサンプルを集めるだけだろ。オイラたちに協力を提案したのもサンプルの数を増やすために。オイラたちを使い走りにしていろんな写真を撮ってきてほしいから、じゃないのか？ごほん、その通りです。私のニーズを読み取る勘の鋭さ。さあ、私のプロジェクトに参加しませんか？あなたたちは私と一緒に画像認識の革新へと至る道筋を見つけ、フォンテーヌの技術の発展と治安のために貢献できるのです。うん、まあ聞いた感じだと、たとえモラの分け前を考えなくても放ってはおけないぜ。あ、その勢いです。ではこの画像認識サンプル収集機の予備機をお渡しします。事前に各地の資料を見比べた上で、重要なサンプルの特徴を整理しマニュアルにまとめておきました。画像認識戦争の勝利と大量発注の未来のために、力を合わせて頑張りましょう。
いざ。いざ。
いざ。花と酒を。いざ。はっ。いざ。起立先陣。揺らぐことなし。新天道地。What?
いざ。いざ。
これだけあれば十分だろう。レピーヌ・ポーリーンのところに戻ってあいつの進捗を聞いてみようぜ。私は貯金を使い果たした上、銀行から大金を借りたんです。この通り土下座でもしますから。レピーヌ・ポーリーさん、落ち着いてください。研究に対するあなたの熱い思いと大口発注への渇望は理解できますが、しかしあれは間違いなく小説です。誰かが趣味で創作して匿名で…おいら分かったかもだぞ。もしかしてレピーヌ・ポーリーンが前にスチームバード新聞で読んだ記事って…編集者たちが会議で話し合っているのをこの耳で聞いたんですから。編集者たちもあの小説が民衆に誤解を与えるんじゃないかって懸念して、わざわざ出立艇に問い合わせまでしたんですよ。しかし思いのほか、出立艇はあの書警備ロボの指揮小説が掲載されてからというあの小説がち…レベルってことは…おいら…旅人とパイモン、戻ってきたのね。近くで取材してたら偶然レピーヌ・ポーリン、私も。でも残念なことに彼女の期待も君たちの努力も、オイラたちもこんなことは初めてだぞ。そのさ、ちょっとレピーヌ・ポーリーンさん、何してる。警備ロボと一戦やるんです。そしたら借金を返さずに済むでしょ。早りすぎです。あなたが警備ロボと、それよりこの技術に27、メロピデよ、9フォンテーヌ科学、それに私の古本。そう落ち込まない。よく見てみたら、先ほど渡してくれた見本、画像認識サンプル収集撮影レンズはより正確に収集し分析するための特別設計がなされているようですね。本来の機能とは別に素早くフォーカスを変えられるこのレンズはきっと記者たちの役に立つと思いますよ。フォンテーヌ新聞業界の進化を推し進める力になるかもしれません。ですからあなたのこれまでの研究は決して無駄ではありません。思いがけない分野ですごい進化を発揮できるかもしれませんよ。本当ですか。もちろんです。こう見えてもスチームバード新聞で経験を積んできた記者ですよ。同業者たちが仕事でどんな課題を抱えてるのかよーく分かってます。ですからまずは気を取り直してください。その後レンズの量産について考えましょう。記者の仲間たちにもあなたのレンズのことを紹介して取引先を当たってみますから。そんな幸運が訪れるとは。もしかしたら撮影設備発展のチャンスをつかめるかも。それで大口発注が来たら億万長者になるのも夢じゃない。もう少し資金を借り入れた方がいいでしょうか。撮影設備戦争を勝ち抜くためにはいち早くレンズを改善して市場先取りしないと。レピーヌ・ポーリーン、夢ばっか見てないで、まずは一歩ずつ進んでいこうぜ。全財産をつぎ込んで一夜にして買って、もし知り合いのつてで画像認識の設備を必要としてる工房に売ることができたらもう
う少しモラを集めることができるわ。ああ、もっと早く完成つけばよかった。でも急げ、一刻も早く。ああ、もう行っちゃったぞ。オイラたちの話全然聞いてないじゃんかよ。まあ、少しわかる気もするわ。インスピレーションと情熱が湧き上がった時、仕事のことしか頭にないから人の話が入ってこないんだよね。新人記者にもそういうタイプが多いの。心配しないで、今回の出来事を記事にするつもりよ。レピーヌ・ポーリーンさんの様子も時々見に行ってあげるから、彼女の研究はきっと記者たちの役に立つと思うわ。彼女が軌道から踏み外すことなく、できるだけ早くレンズの大量生産にこぎつけられるように、私もアドバイスしてあげるつもりよ。そしたらオイラたちも安心だぜ。そうだ、このサンプルレンズは君たちにあげるわ。ほら、君たちってあっちこっちを旅してるでしょ。すごいツールはすごい人の手に使われて初めてその進化を発揮する。きっと君たちが使った方が素晴らしい瞬間をたくさん記録できると思うわ。ありがとな、シャルロット。分け前はなくなったけど無駄足にはならなかったぜ。大したことないよ、私も特ダネを仕入れることができたしね。特殊なニーズがあったからとはいえ、新聞報道と文学作品の境界線はできるだけ線引きさせた方がいい。レピーヌ・ポーリーンさんみたいな善良な市民が不幸な目に遭うことが二度とないよう、編集部にちゃんと話しとくわ。ネタとかある？はい、チーズ。
ば、この彫像って定期的にメンテナンスしてるのかな。重要なのは商売の公平性だ。お金がないなら何でもいいですけど。写真を返してくださいよ。揺らぐことなし。